もやっぱりやはり栃木の方はセットプレーの得点というのは得意にしているので、まあ、あの水たまりができている感じはないので、梶川から裏へ、さあここは抜けていく、そのまま決めるか、かわした、小池、流し込んだ、さすがのスピード、そしてさすがの枠内シュート率、小池純喜、今シーズンの12ゴール目、東京ヴェルディ先制です。このスムーズでしたね。ここでこのヴェルディの持ち味ですよね。しっかりサポートして前向きにサポートした選手が前向いた瞬間に小池の動き出し、そして落ち着いて最後キーパーかわしてゴールへ流し込みましたね。ここの花戸のポストプレーに対して梶川が前向きにサポートしているその位置とその判断の良さ、速さが良かったですね。はい、もうこのスルーパスに関してはさすがですね。ここしかないというところでしたね。でしかも最後この小池のシュートも、まあ、雨の状況もあるので上を狙うのか下を狙うのか両方に注意必要ですね。壁の上を狙って、きた、すごいゴール決めました。浜崎拓馬、挨拶代わりのゴール。いやー、すごいフリーキックでしたね今。いや素晴らしいですね。僕もちょっと勝手にフォアに蹴るかなと予想してたんですよ今、はい。まあ、見事にそれを外されましたし、おそらく帯選手もちょっと逆突かれたような感じあるような気がするんですよね、はい。そしてここでフリーになった浜崎、クロスが入っていく、中央流れた、セカンドボール、シュート、杉本、ここは帯がセーブをしました。ナイスセーブですね。しっかりとこの外に動かしながら最後はクロスで、まあ、ここに今人数が非常に多いと思うので、花と一人だけじゃなくて、からくさびのボールをまず一つ入れます。花との落とし、もうチャンスですね。あ、奪って畑純喜、畑宇野がついてるが、シュート、きた、カウンターから1点返しました畑純喜。さあリスタート、小池が行く、逆サイドから上がりもありますが、えぐってのクロス、逆サイド、あ、よく触りました。最後は溝口が詰めていましたが、ヘディング、おお、よく触った帯、触りましたね今。松本凪、クロスが入る、折り返しのセカンド、押し込めがポストを決まった、佐藤翔、